こちらの健康遊具は座位前屈測定です。手や腕、腰、足の後ろ側の柔軟性の向上に効果があります。下肢・体幹の柔軟性の評価やストレッチ運動の効果判定にも使用しましょう。使用方法についてご説明します。椅子に深く腰掛け、両足をステップの上に乗せます。上半身を垂直に起こし、両手を前に伸ばして左右のコマを手の先端に合わせます。右のコマを押しながら上半身をできるだけ前に倒します。膝を曲げず背中を丸めないよう気をつけ、息をゆっくり吐きながら行いましょう。動かした右のコマの数値から左のコマの数値を引いたものが測定値です。